ヌーリー・モスク、1932年撮影。ヌーリー・モスクは、イラクのモスルにある金曜礼拝モスク。モスクは、モスル旧市街に位置し、十字軍と戦った英雄、ヌール・ディーンの創建になるため、ヌーリーの名がある。また、背中が曲がったやつを意味する、ハドバーという愛称で知られる、傾いたミナレットを持つことで有名であったが、2017年に、 イスラーム国を自称するサラフィージハード主義者の手により爆破された。モスル旧市街のランドマークであったヌーリーモスクのミナレット1932年撮影。モスルにはヌーリーモスクが建つ以前にも8世紀にマルワーン2世がティグリス川の堤防上に建てた金曜礼拝モスクがあった。その後、モスルの町は一度荒廃したが12世紀に トゥルク系アタベグのイマードッティン・ザンギーにより再建された。モスルは旧世紀からセルジューク朝末期にかけて工芸や科学、商業が盛んになり、アタベグ政権期に黄金時代を迎えた。ヌーリーモスクは口述のように、イマードッティン・ザンギーの息子の一人、ヌールッティン・マフムードにより創建された。ヌールッティンは1170年にモスクの建設を命じ、 1172年に、礼拝空間、マドラサ、ミナレットを含む宗教複合が完成した。このミナレットが、ハドバーと呼ばれる建造物である。モスク創建直後の1184年6月4日から4日間、旅行家のイブンジュバイルがモスルを訪れ、上司の一番高いところがハドバーである旨、記載している。その後、13世紀に、 サラーフッティン・ IUB が十字軍に対するジハードの開始をこのヌーリーモスクで行った。14世紀にはイブン・マトゥータがヌーリーモスクを訪れた。ヌーリーモスクはイスラーム世界を十字軍から防衛した非常に人気のある英雄ヌー・ッティンによる創建と伝えられるが彼の本拠地はダマスクスでありモスルを直接統治していない。イブヌル・アシールの年代記、 イブンハン・リカーンの結出した人物たちへの当時といった歴史的資料がモスルにヌールティーンがモスクを建てさせた行きつについて語っている。イマードティーン・ザンギーには少なくとも4人息子がおり、ザンギーが突然暗殺された1146年以後、ザンギーの支配領域は息子たちに分割統治された。長男サイフティーン・ガーズイはモスルを、次男ヌールティーン・マフムードは ダマスカスを、四男クトブティン・マウドゥードは、ホムスを、それぞれ領した。1149年に、長男、サイフッティーンが病没すると、四男クトブッティーンは、いち早くモスルに駆けつけて、モスルのアタベグの地位についてしまった。これに対して、次男、ヌールッティーンは、モスル西方の町、シンジャー領主中に治め、弟を攻めようとした。しかし、 古参兵が兄弟間の戦フランクに対峙するムスリムの力を弱めることになるとヌールティーンをいさめ、彼は弟とは僕した。その後、1170年の夏頃にクトブッティーンが既得になったことを知ったヌールティーンは手勢を率いてモスルに近いところまで来たが、町には入らずクトブッティーンが亡くなるのを待った。弟が亡くなったことを知ると、 クトゥブッティンの長男サイフッティン・アーズイがモスルを領することを認め、おいに、当地の一切を任せることを確約した。モスルの市場にヌーリーモスクを建てることが命じられたのは、この時である。イブヌル・アシールの監視には、次のような記載がある。ハドバーウ、1932年撮影イブヌル・アシールはこの逸話を、 残ギー長の交換であった父親から聞いており、細部の情報に至るまで角度は高いとされる。イブン・ハッリカーンの結出した人物たちへの当時、クトブッディーン・マウデードデンには次のような記載がある。ハドバーウ、1932年撮影ヌーリーモスクは、教育施設であるマドラサや、礼拝への呼びかけが行われるミナレットも付属する、宗教複合である。 モスクの敷地の北西宮に位置するミナレットは45メートルの高さがある円筒形のシャフト部を有する。シャフト部には装飾レンガが外側に巻かれており、円直方向に7パターンの異なる幾何学模様が並ぶようにデザインされているため、外部から観察すると塔が7層をなすように見える。基部は東西南北に市面を向けた脳が叩いて15.5メートルの高さがある。 基部はさらに地中8.8メートルのところまで埋まっている。基部の東表にアーチ状の入り口があり、内部に侵入できる。シャフト部の内部の螺旋階段を上がると、回廊とドームが設置された頂部に達する。ミナレットは1796年に雷に撃たれて一度損傷しており、頂部の回廊とドームは1925年の修復時に設置されたものである。 モスク本体とは、独立して、モスクの敷地内に一本だけという設置対応、脳型体の基部及び円筒形のシャフト部という設計、調整したレンガによる幾何学的な装飾といったミナレット建築の設計思想は、11世紀前半のイランに始まり、中央アジアでも流行した思想である。マルディン、シンジャール、アルビールといった上部メソポタミアの町々にも見られる。なお、 小生レンガを用いて表現されたミニマルで、幾何学的な模様や装飾は、ペルシア語で、ハザールバーフと呼ばれる。ヌーリーモスクのミナレットは傾いていることで、有名であり、昔から、アルハドバーウという愛称で呼ばれている。俗に、イラクのピサのシャトとも呼ばれる。19世紀にモスリを訪れた旅行者グラッタンギアリーは、その外観を次のように伝えている。ハドバーの傾き、 湾曲の原因については、中世以来議論が続けられており、神話的なものから科学的なものまで、主事の理由づけがなされてきた。時系列が少々おかしいが、地元のムスリムの伝承では、ハドバーはクルアーンの第17章に語られる、ムハンマドの夜の旅の際、ブラークにまたがって、夜空をシックするムハンマドに敬意を示して自ら傾き、 そのまま戻らなくなったとされる。戦術のギアリーが報告するところによると、19世紀当時のモスルに住むイスラーム教徒とキリスト教徒との間では、当該ミナレットがお辞儀をしているように見えるという点で、意見が一致しているものの、敬意の対象に関する意見が異なっていた。ミナレットのお辞儀について、ムスリムは預言者ムハンマドへの敬意を示していると主張するのに対し、キリスト教徒は、 モスルの近くにあるアルビールの町から北へ1マイル行ったところにある聖母マリア病に敬意を示すため、ミナレットが自ら頭を垂れているのだと主張していた。ギアリーの旅行記にあるようにハドバーウの規定からの立ち上がり部分は延直方向に比較的まっすぐに立ち上がっている。途中で湾曲が始まる点で地盤の不当沈下により傾いているピサの斜塔と根本的に異なる。 湾曲に起因する頂部の中心軸からのズレは20世紀末の時点で2.5メートルに達していた。ハドバーの湾曲の原因として中世から言われてきた比較的科学的な説としては北西から吹く風が原因という説、隣接するレンガ管の接着に用いられている弱い石膏が原因という説などがある。地元モスルの大学でハドバーの保全を訴えていた。 研究者は、ハドバーを構成するレンガが昼間日光にさらされる、ことで一時的に膨張し、夜間に収縮することが繰り返されて、南東側が縮んだという説を指示していた。ハドバーの内側には石が積まれているが、外側の装飾レンガは土くれを調整して作られており、20世紀末の時点では随所に亀裂が入っていた。二千十三年に i p h o n e で撮影された、 ハドバー12世紀に建造されたヌーリーモスクは1942年に当時のイラク政府の改築キャンペーンの一環でモスク本体とマドラサが一度解体された新たな建築プラン新たな建材を用いてマドラサの合体したモスクが建て直されたができたのは真四角で平凡なモスクであった中世の建築のまま維持されたのはハドバーだけであった イラクがイギリスの繁殖民地状態にあった時代、イラク国民にサッターム以上の悪性を敷いたと記憶されるヌーリン・サイードが首相や外相、国防省などを兼務し、権力の絶頂にあった時にイラク考古学長の旗振りにより実行に移されたこの改築をコロラド州立大学のウェブサイトなどは破壊と表現する。1942年の改修により残されたものは、 ミナレット一本、二つのミフラーブ、大遺跡のレリーフの塊一つ、化粧漆喰による装飾いくつかのみであった。1947年の調査では、ハドバーに倒壊の危険があることが示された。1970年代からイタリア、ローマの企業にレストアが委託され、その工事が終わる前後にイラン・イラク戦争が始まった。レストア直後の1981年、 イランの空爆によりモスルの街の下水設備が破壊され、光のモスクの庭から雨水の排水がうまくいかなくなった。これによりハドバーは40.5センチメートルほどさらに南東方向に傾いた。地元のシェフはハドバーに登ることを戒めたが、子供たちは度胸試しで登った。2014年の6月にイズによりモスルが占領され、同年7月4日には、 イズ指導者のアブーバクルアルイコールバグダーディが、同モスクの金曜礼拝に姿を現し、カリフ制の復活と、自らがカリフになることを宣言した。2017年6月21日、イラク政府軍によるモスル奪還作戦が進行する中、ヌーディーモスクのモスク本体及びミナレットが破壊された。モスクの破壊について、イラク政府軍はイズが自ら爆破したと主張したが、 これに対して、伊豆系の通信社、アマーク通信は、同日付の速報で、モスクの破壊は、米軍機によるミサイル攻撃によるものであると報道し、6月23日には、破壊されたモスク内部の映像と、米軍機による攻撃の証拠とされる、ミサイルの残骸の画像を公開した。ありがとうございます。